皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。昨年にオリックスへやってきて、見事、チームの優勝に貢献していた森友哉選手。今季も主力選手として活躍しており、チームは低迷していますが、気を吐き続けています。そんな森友哉選手ですが、先日、まさかのアクシデントが発生、ベンチを外れ、欠場していたのです。理由がわからず、心配の声も上がっていましたが、4日にオリックスから森選手の状態について公表。なんと、今季中の復帰が絶望的な可能性が浮上しているのです。一体、何があったのでしょうか。今回は森選手のアクシデントなどについて、ご紹介していきたいと思います。元西武ライオンズの正捕手として活躍し、昨年に FA でオリックスへと移籍してきた森友哉選手。開幕戦の3月31日の古巣の西武との試合では、1点を追う9回西無双者の打席で、青山湊投手から移籍後初安打、初本塁打となる、同点本塁打を放つなど、いきなり活躍を見せると、6月17日の対ヤクルト戦では、1回西無双者の打席で石川雅規投手から本塁打を放ち、史上43人目となる全球団から本塁打を達成。27日の対ロッテ戦では、1対1の同点で迎えた9回西無双者の打席で、増田直也投手から自身初のサヨナラ本塁打を放つなど、移籍後も大活躍を見せていました。しかし、7月1日の対日本ハム戦で、8回表の走塁時に左太もも裏を痛め、検査の結果、左ハムストリングスの筋損傷と診断。翌2日に出場選手登録を抹消され、オールスターゲームでは、ファン投票で選出されたものの出場を辞退。その後、8月8日に1軍に復帰を果たすと、その日のロッテ戦で約7年ぶりにライトとして先発出場し、大きな話題となりましたよね。このように移籍後も何かと話題となっていた森選手、最終的に100投試合に出場して打率2割9分4厘本塁打18打点64と活躍、チームの3連覇にも大きく貢献しました。そして今季は開幕マスクをかぶると、春先は絶不調だったのですが、5月から復調していき、チームのクリーンナップとして活躍。1日の楽天戦では通算252塁打を達成し、8月30日の試合前には、今季チームが2桁得点が一度もないこと、このままシーズンを終えれば1950年の2リーグ制後では球団初の不名誉な記録となることに、誰が打つとかじゃなくチーム全体でと強調し、チームを締めるなど試合外の部分でも存在感を発揮。ここまで107試合に出場し、打率2割7分9厘本塁打9本打点46と、少々不振はたたっていますが、比較的安定した数字を残していると言えます。一方で、先日の楽天戦ではミスをした投手に激怒するなど、ちょっとファンの間で賛否両論が巻き起こるなど、相変わらず目立つ様子で、良くも悪くもオリックスの中心選手として活躍していますね。そんな森選手、3日の西武戦でスタメンどころかベンチからも外れるという事態が発生。突然のことでファンの間で心配の声が上がっていました。一方で、疲労考慮なのではとも言われていましたが、試合後中嶋監督は、古傷らしい、ちょっとの間いないのかなと、しばらく離脱の見通しを示していました。そして4日、オリックスから左肩腱板損傷と診断されたと発表し、登録抹消が決定、離脱が確定することとなりました。逆転 CS を目指すチームにとって非常に大きな離脱となる今回、挙句には今季中の復帰は絶望的な可能性もあるといいます。果たしてどれほどの期間離脱となるのでしょうか。まずは今回の怪我について見てみましょう。森選手が怪我した肩腱板とは、肩の関節を安定させる4つの筋肉の総称となっています。4つの筋肉は、肩の前、上、後ろにあり、肩を自由自在に動かす役割を担っています。この肩腱板が損傷、断裂することを肩腱板損傷、肩腱板断裂と言います。肩腱板損傷の原因には、外傷性と非外傷性があります。外傷性の損傷は、転倒、落下、打撲、重たいものを持ったりすることなどで急激に強い力が加わり、
症状が出ると言います。またスポーツなどで肩を使いすぎることで過度に負担がかかり部分的に損傷するケースもあります。一方、非外傷性の損傷は怪我とは無関係で、生まれつき肩が緩かったり、もともとの肩の形が原因で徐々にすり減って切れて症状が出ます。損傷時には肩を動かさない状態でも肩が痛み、寝ている姿勢でより強くなることがあります。肩腱板が損傷してしまうと、肩腱板の上部にある滑液法が強い炎症を起こすそうで、滑液法は肩を動かす時の摩擦を和らげる役割をしているため、そこが炎症すると肩の痛みが起きてしまい、肩を上げられない、肩関節が痛い、肩を動かすとゴリゴリと音がする、肩に力が入らないなどの症状が出てきます。痛みで夜眠れない日が続いたり、肩の力が弱くなり洋服の着脱が困難になったり、日常生活に支障をきたす場合もあるそうで、しかも自然治癒等も期待できず、最悪の場合手術もあると言います。ただ損傷の度合いが軽い場合は手術を行わず、保存療法を取ることが多いと言います。薬の服用や湿布薬で痛みを和らげたり、強い痛みに対してはヒアルロン酸やステロイドの注射療法を行い、薬や注射で痛みが軽減したらリハビリで肩関節の拘縮を防ぎ、損傷せずに残っている腱板での機能改善を目指します。さて、気になる全治ですが、明確な期間はわからないものの、軽度の損傷でも数ヶ月ほどかかると言います。そして重度の場合は1年以上かかるとか、損傷具合によっては大きく変わるようです。発表や今後の方針を見るところ、おそらくそこまで重症ではないと思いますし、手術をするわけでもなさそうですが、一般的に軽症でも1ヶ月はかかるとのことなので、時期的に見ても今期中の復帰は怪しくなったと言えます。今期絶望と言ってもいいかもしれませんね。今期のオリックスは怪我人が非常に多く、それゆえに戦いも厳しいものとなっていました。エースだった山本由伸投手に山崎福也投手が対談し、リリーフエースだった山崎颯一郎投手、宇田川投手、小木田投手も離脱、平野投手や山岡投手も離脱しているほか、開幕投手を務めた宮城投手も一時期離脱し、野手では中川圭太選手、西野選手、ゴンザレス選手も離脱。このように故障者が多く、チーム運営が非常に苦しくなっています。その中で森選手までもが離脱、打線の中枢を担う選手だけにこの離脱は苦しく、逆転 CS の望みもますます薄くなる事態となっています。とはいえ、チームとしてはまだまだ諦めていないでしょうし、なんとかやりくりしながらやっていくことでしょう。非常に痛い離脱となりますが、同時に若手選手にとってはチャンス、これを機に躍進してほしいですね。そして森選手は無理をせずリハビリに努め、なんとか早期復帰できるように頑張ってほしいです。果たしてこの離脱がお互いにどう影響するのか、今後に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。